祐介を亡くして22年が経ちますが、無性に会いたくなることが今でもあります。警察官ら40人を前に思いを語る湯浅圭介さん。22年前の事件で息子祐介君を亡くしました。2002年1月、京都府綾部市で集団登校の列に車が突っ込み、祐介君を含む児童12人が死傷しました。湯浅さんは今日、綾部警察署で講演し、被害者や遺族に寄り添うことの大切さを訴えました。社会に生きる誰もが犯罪被害に遭って犯罪被害者となり得る社会です。そばにそっと寄り添って末永く心の支えとなっていただければありがたいと思いますので、警察は今後の被害者支援に生かしたいとしています。